はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も G1 ステークスやっていきます。さあ、前回この騎手っていうのを雇えたんですけど、ちょっと無視してたんで、今回ちょっと雇っていきたいなと。あれ、こいつ雇えるんだ。魔術師ね。焼け薬金払えばいいんだ。今すぎる、行った方がいいんじゃないこれ。金一回一回払わなくていいんだったら、絶対さあこいつとか行った方がいいんじゃない。高い金払って候補者は定期的に、ああそうなんだ。特訓指導、ああ特訓できるんだ。あ、こいつらもこうやって育てていくってことね。ちょっと今やめとくか。でこいつは影ボーイはこんな感じで、ちょっと疲労度下げないといけないんで、500万。いや、その前にね、今回はこのパンプキンマッチね、マッチレースかな、やりたいんで、ちょっと疲労回復させてからやっていこうか。あ、うまいけるすぎえが、あ、調教やってくれるんだ。あー、なるほど。あ、じゃあ絶対騎士って雇っといた方がいいんだよ。はいはい、こんな感じで。じゃあちょっとレースまで。さあ、レース。うまいけるすぎね。読みづらい。うまいけるすぎか。埼玉。今回ね、芝のレースっていうのがちょっと、芝得意じゃないんでね。400メートル。さあ、マッチレース。あ、反響多いな。かぼちゃパーティーか。ちょ、自分で乗ってんの自分で乗んのこいつ。大丈夫かな、こんな感じで。よし。あ、もう、作戦もないんだ。400メートルだからすぐだよな。あいつ、無知がなんかひまわりなんだけど。頼むぞ。あー、で、受けた。まあまあ、いいんじゃない、見ながら。残り200メートル。まさか、あー、これで、ちょっと、大丈夫か。もうゴールだぞ。いやー、うちで。やばい、直線で刺せるか。つえー、こいつ。ちょ、ギャラ出るんですかね。あ、ギャラ出るわ。強い。普通に強いっていう。何もできなかった。無視か、それでコメントもなしか。マジでパンプキン強いな。あ、賞金下がったな、ってか。あ、なくなったでか。レースがなくなった。じゃあもう500万出るしかないんだ。じゃあ次ですね、もう。いや、パンプキン強かったな。最後なんかジェットみたいなやつも出てたし。あ、でもまた復活したな。ちょっとこっちにしとくか。あー、ダートね。よし。じゃあこれで。さあ、ということで。あ、鳥取か。まあ、鳥取とかだったらローカルだからそんな強いやつ出てきてないんだ。作戦。うわー、大外だ、最悪だな。大外大丈夫か。まあ先行させるけど。じゃあ行きますか。さあ、頼むよ。ちょ、スタート出てくれないかな。いつもスタート出遅れてさ。あー、まずちょ、うちに行ってほしい。いやー、分回しきついな、大外。できるだけインによって、ああ、いい感じ。さあ、最後の中、あ、これいい感じだぞ。これ勝つ、やっぱダートだったら強いんじゃない。いい感じ。よし、いい感じ。これ刺せる、直線で。来た。ちょ、刺してくれ。うわ、内からも来てる。どっちだ。うわー、マジか。絶対一番の馬が有利すぎるんだって、これ。ロスなく走れんだもん。絶対枠の差で負けてるよな。くそ。やべえ、勝てねえとどうしたいんだ。勝たせてくれよ。マジで、でも結構強いんだよ、こいつ。これさ、これで負けるからね。厳しすぎないか。騎手育てるか。
はい、じゃあまたリベンジで能力こんな感じね。もう結構座ってるからな。でこいつも強化して、いや頼むよ、さすがに1になってほしいよ。いやもう己との戦いだからこれ。さあ頼む、逃げの方がいいのか。あー出遅れてな。これがスタミナかなんかゲージのやつが。スタミナ使えてないじゃん。800m で。多分スタミナ使えてないんじゃないこれ。全然減ってないじゃん、だって。残り 200m でさ。逃げた方がいいのかこれ。先行してるのがダメってこと？あ、でもいいよ。うわぁ、楽勝だ。楽勝だ。急にどうしたの？どうしたのこれ。大楽勝じゃん、ベスト。どうした、1000万。マジでこの勢いでいきたいな。久しぶりの勝利、いいね。いやありがとう。あ、うまみ出るか。いや研究するもんがないからな。あ、馬小屋来た。あれ獲得したんだ。どうした、こいつなんかすげえアイテムくれるんだよ。何くれた、あれ、あ、血統研究所、これいるじゃん、めっちゃ。ああこういうの選べるんだ。芝が欲しいな。あ、こいついいじゃん、ウサアミ系。ウサアミ系いいんじゃない。うん、あ、これ欲しいね、ウサアミ系にしよう。で、また新しい、あれなんだ。いや、とりあえず、やっぱ一頭じゃないとなんか、大変になるからな。レースじゃない。アイテムあるんで、ちょっと、疲労回復、栄養ドリンク。あ、すげえ、あれだわ。一気になくなった。じゃ、これで、レースね。1000万。芝か。芝以外ないのこれ。選べないんだもんな。じゃあこれで。芝とダート2つぐらいあって。いいんだけど、選べないかな。はい。ということで、大阪まで来た。皆様、こんにちは。よし。いや、なんでこんな外ばっかだな、ほんと。おかしくない？これ、逃げね、今回。これ、逃げです。よし。あと、これ、先に見たいんだよな。これ、飛ばせないのかな。あ、一番人気じゃないんだ、マジで。一番人気じゃないの、これ。マジ、何番人気だった？あ、二番人気なんだ。追い込みね。捉えてみろよ。こっちの、すごいスタミナがあるから。でも、一番っていうのが強いんだよ。これが逆だったら自信あるけど、7番やってんのこれ。6番か。いや、あいつスタートいいね。いや、いいよ。これは逃げた方がいい。うわ、あいつ逃げてるじゃん。何が追い込みだよ。逃げじゃん、あいつ。いや、スタミナはあるから、G がなんかないな、G が。あれ、右回りか、これ。いや、左じゃん。トリッキーなコースなんだ。あ、やっぱ逃げダメかもな。全然ついてきてね。うわー、ダメだ、伸びない、伸びねえ。全然伸びねえ。うわ、強いわあいつ。これ壁かもな。芝っていうのが無理なんだよ。限界かこれ。限界か。影ボーイの限界かな。すごい限界感じたわ今の。勝てないんだもんな。器用度増したらいけるか。あ、瞬発力マックスになったぞ。そんないくらスタミナ上げてもね。あ、なんかすげえやつがいるな。ヌズカポニー。よし、じゃあもうちょっと新しい馬買っとこうかな。購入する。これウサアミ系ね。これ買わないとダメだって。
あ、これか。長耳。どれがいいんだ。器用さないな、こいつら。瞬発力すげえあるけど。どれがいいんだ。まあ、こいつ強いからこいつにしとくか。さてよかな。うさみポケット。うさみポケットか。こいつでしょう。いや、他はいらない。どこ？うさみポケット。あ、来た来た。あ、自分で歩いてくる。自分で歩いてきてんだけど。じゃあ、うさみポケットくんをね。こっちか。まだまだ弱いな。速度と瞬発力伸ばしていくって感じかな、こいつは。よし、育てていこう。さあ、新馬戦。うさみポケット。何番人気？あ、一番人気だ。マジで。新馬戦で。そんなね、能力高くないんだけど。あ、こいつなんかいたな。使い回しか？変わらないよ、これ。あ、これね。ちょっとこいつ犬塚が強いんで、結構強いと思うけど。よし、頼むよ。まあ、最後の直線で差しだからね。この G ってやつがスタミナなのかな？最初から、うわ、いいね。初速から全然いいじゃん。あ、これ勝てるんじゃない？めちゃめちゃいい位置。ただ、インコースじゃないからな。いつも外枠なんだよな。いや、ちょっと離されすぎてんな。そうそう、追い上げたい。いや、来た来た来た。どう？どう？え、マジで？うわは。勝ったと思ったのにな。すげえ手応えだったのに。マジか。やっぱね、新馬戦は勝てないのね。あ、すげえなんかうまい機種出てきたな。これ。朝青龍みたいなやつ。こいつにしようかな。うますぎる。さよなら。さよならするか。結構触ったんだけど。こっちね。いや、こっちの方が強いか。申し訳ない。どんどん強いやつさ入れていかないとね、人材は。さあ、そしてうさみポケット。いや、一番人気やけど枠も悪いしさ、能力は結構速度と追い込みいい感じね。150、112で。ただね、ダートっていうのがちょっと苦手だから。芝のレースだからな、基本。あ、やっぱスタートいいのいいな。すげえいい位置取れるもんな。スタート大事やね。楽に先行できるし。追い上げてる追い上げてる。うわ、ガッツすげえつけてる。スタミナか。すげえ使ってんな。あ、いいんじゃない？さすがに勝ったでしょ。あ、物が違う。これやっぱ速度大事やん、だって。速度でも、スピードで全然違うから。よし、こいつ強そうだな。ウサミはちょっと強そう。さあ、続いてパンプキンマッチ。これでウサミポケット。こいつ芝得意だからね。こいつだったらいけない。相当速度あるよ。速度もう198ね。もうこれだったらいけんじゃない、さすがに。よし、頼む。勝ってくれ。スタートもいいし、震えてんじゃないの？このスピードに。40キロぐらい出る。あー、それはないか。あ、27キロ。意外に遅い。あ、これいい感じ。引き離してる。こいつ追い込みやばいから、これで引き離しといて、これ楽勝すんじゃん。あ、手も足も出ないぞ、これ。強え。強え。何もさせなかった。うさみポケット、これ化け物だわ。こいつはやばいわ。圧勝したもんだって。はい。ということでね。いや、今回、このうさみポケットが出てきたのはでかい気がする。こいつは、本当に、でかいとこ取れそうな気がするな、この速度で。で、瞬発力とかも期待でね。うん。で、影ボーイはなんか、もう金稼ぎようになってきたから。あんまりね、通用しないよね、やっぱり速度がないから。はい、そんな感じで。次回はね、このうさみポケット中心になると思うんですけど、うさみポケットが。という感じで、また次回の方もお楽しみしてください。
それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に下がってますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。